キャノン EOS-1DS と 35mm レンズキャノン EOS-1DS は2002年に発売されたキャノン製デジタル一眼レフカメラである。同社のフラッグシップモデルで 35mm フルサイズのセンサーを搭載している。回帰種に EOS-1D や EOS5D がある。名称 EOS-1DS の S は英語のスーパースペリオル。 シュプリームの頭文字で EOS-1D ベースの最高画質機であることを表している。キャノンは2011年10月18日に EOS-1DX を2012年3月下旬に発売することを発表する。用途別にスタジオ撮影向けの EOS-1DS と報道、スポーツ向けの EOS-1D のプロフェッショナルモデルが EOS-1DX の1台でカバーすることが可能としている。EOS-1DX の発売に伴い、EOS-1DS Mark III と EOS-1D Mark IV は製造終了となる。なお、ここでは、後継機種の EOS-1DS Mark II、EOS-1DS Mark III についても取り上げる。EOS-1DS は、 スタジオ撮影を中心とするプロユーザー向けに開発される。製造終了。消去1コマ、ホルダ内全画像、カード内全画像の単位で消去 EOS-1、DS Mark II は、ポートレートやスタジオ撮影を中心とするプロユーザー向けに EOS-1DS の後継機種として開発される。製造終了。ありがとうございます。